こんにちは、授業準備 TV のサッキーです。本日から授業準備 TV に新メンバーが加わります。はじめまして、ゆめのんです。これから皆さんと一緒にいろんな動画でこれためになる、面白いなというものを作っていけるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。さて、ゆめのん初登場の今回は100均で手作りグッズ作ってみたということで、忘れ物防止に役立つ手作りアイテムを作っていきたいと思います。はい。宿題のプリントや保護者の皆さんに記入いただいた行事の出欠確認など、子どもたちが持って帰るもの、持ってくるものはたくさんありますよね。はい。ただ忘れてしまう子やなくしてしまう子も中にはいるかと思います。はい。大事なプリント絶対忘れないように手で油性ペン使って手の甲に出席確認の紙みたいに書いて母にもうやめてって言われたことあります。消えないですよね。消えない。確かにそんな経験書いたことある人もいるかもしれないんですけれども、そんな忘れ物のお悩みを解決すべく、投稿者の先生が作っているという手作りアイテムを実際に作っていきたいと思います。はい。このチャンネルでは先生方に役立つ情報を毎日配信しております。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。実際に先生が作っているというアイテムがこちら。右側に宿題ポケット、左側に音読カードがついています。一つにまとまっていると忘れなさそう。いいですね。そうですね。というわけでこちらを作っていきたいと思います。はい。はい。というわけで材料はこちら。はい、はい、まずは厚紙。今回は板目紙を用意しましたが、片面がツルツルしているマニラボールという紙でも大丈夫だそうです。で、続いて封筒。今回はサイズに合わせて A5 サイズを用意しましたが、作りたいサイズに合わせて大きさ選んでください。はい。もし必要な場合はガムテープなど折り目を補強するものを用意してください。では実際に作っていきましょう。はい。ではまずこちらの封筒の上半分を切っていきます。はい。このままちょきっていってもいいと思うんですけど、こうポケットになるように、あ、この手前だけ、手前を半分切り取って貼り付けていくという形にしていたので、はい、そちらを真似していきたいと思います。意外と身の回りにある材料ですけれど、自分で手を加えると愛着が湧きそうですね。確かになくしちゃう子とか余計にそうかもしれないですね。作ったぞっていうその愛着でぜひ思い出してて、いつも忘れないようにしてほしい。あ、でも確かに今回あんまり難しくないので、子供たちが作るっていうのもいいかもしれない。そうですね。自分で作る、それこそちょっと絵を描いてみたり。あー、お絵描き好きだったな。こんな感じでポケットができました。はい、はい、続いてこちらの紙を半分に折って、折った右側に先ほどの封筒を貼り付けていきます。はい、はい、というわけで貼れました。で、最後にこのままでももちろんいいんですけれども、毎日使う宿題のプリント、例えばこう、はい、クックカードだったりとか、 あと全学年で言えば音読カードとかですかね、こちらを左側に貼り付けていきます。はい。今回は印刷した B5 サイズの紙を貼り付けてみたいと思います。はい、はい、ということでこちらできました。イエーイ。今のちょっと作ってみてどうでした？はい、思った以上に簡単に、スペースも広く取らずに作ることができるので、お家でも作れるなっていうことを思いました。ありがとうございます。実際切って、糊で貼って、折ってっていうだけなので、多分子供たちと教室でやってみる、子供たち一人一人自分の分作ってみるっていうのもできるかなと思いますし、あとは、ね、どうしてもなくしちゃいがちな子にささっと作ってあげるっていうのもできるかなと。そうですね、はい、思います。ちなみに今回板目紙でやったんですけれども、ちょっと分厚かったので、私の方で2枚にカットして、こうやって後からテープで貼り付けるっていう形でも作ってみました。はい。こっちだとちょっと本のような感じで折りたたみがしやすいので、1枚で丈夫な画用紙で作ってもいいと思いますし、はい、折れちゃうとか、机の中で管理するのが苦手ですってお子さんには、こう板目紙でこう厚めに作り分けてあげるのもいいんじゃないかなと思います。はい。補強もされてると安心ですね。そうですね、はい、紙のサイズは普段使ってるプリントなどの大きさに合わせて変更できるので、はい、例えばこう A4 サイズで切って、はい、A4 のファイルと同じような大きさで使うのもいいですし、はい、これよりもこれだと大きいという先生は、もうちょっとちっちゃめに作っていただくっていうのもいいのかなと思います。はい。あと B5 なので多分ノート挟めるんじゃ、それはいいですね。こんな感じで多分宿題全部この中に挟んで出してねっていうと、より忘れ物をしづらくなるんじゃないかなと思います。安心ですね。ですね。
本日は忘れ物防止につながる手作りアイテムの作り方をお届けしました。はい、子供たちの悩み、お家の方の悩み、そして先生方の悩みの解決に向けてぜひ作ってみてください。はい、本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。